西筆氏西川千蔵は、日本舞踊の名跡。西川流の総経へ元が代々襲名している。縄文は西日市、西筆氏十代目、西川千蔵6月22日体は、日本の日本舞踊家。君党は朝日少女賞公益財団法人日本舞踊振興財団名誉、会長、公益社団法人日本舞踊協会名誉顧問、文化功労者。 名の、蔵は、蔵の旧事体のため、新事体で十代目西川先蔵とも表記される。社団法人日本舞踊協会理事、全日本舞踊連合理事、公益財団法人日本舞踊、振興財団理事長などを歴任した。総家西川流の十世総家家元。本名は、小村孝一郎。公益財団法人日本舞踊振興財団理事長などを歴任した総家西川流の十世総家家元本名は小村光一郎公益財団法人日本舞踊振興財団理事長 社団法人日本舞踊協会常任理事、全日本舞踊連合理事などの養殖を務め、日本舞踊の継承と発展に努めた。東京市下役に生まれる。昭和9年に、初舞台を踏み、7歳で10世総経営元を継承し10代目、西川先蔵を襲名。以後西川流の伝統技法の習得に努め、その表現力を磨いた。 日本舞踊の古典発掘、研究、保存、伝承に加え、新作の振付や上演でも実力を示し、重森病部、七木落ち等を創作。また海外活動等を通じての日本舞踊の国際化に尽力している。平成11年には人間国宝に認定。平成21年には朝日賞受賞を受賞。その他数々の受賞。 受賞がある。ありがとうございます。